どうも皆さんこんにちは。久しぶりの動画です。 JR 阪和線ひねの駅へやってきました。今日はひねの駅をちょろっと見ていきたいと思います。奥からやってきたのは関空紀州路快速、前より4両が関西空港へ行くやつ、そして後ろより4両見えないですが和歌山駅というふうになっております。ここで分割して4+4、こちらが JR ひねの駅です。当駅で分割します。ちょうどこちらの3番線にはやってきました。こちらの電車、和歌山からやってきた紀州路快速です。この電車はこの当駅ひねの駅で結合連結をして大阪方面へ向かいます。ここから8両編成になるわけです。京急電車なんかの増結と比べると全然面白くはないですが、これまた JR の連結の中でもまた面白い部類に入るとは思います。これが15分に1本かな、20分に1本かな、行われているそうです。右側が和歌山からやってきたやつ、左側が先ほど自分が乗ってきました関空快速、関西空港からやってきたやつです。一旦停車してからこのように連結を行います。ああこれ見てて面白いな。このひねの駅でほとんどの列車が増結解決されております。で、もう間もなく扉が開くかな。ここから8両編成になったというわけです。扉が開きました。この動画実はだいぶ放置されてたんですよね。これ見てみたらあんまりわからないですけども、夏に撮ってるんですよ。8月ぐらいだったかな、去年の8月です。こちらの電車関空紀州路快速、先ほど連結したシーンをお見せしましたが、これから発車していくそうです。よく見てみると、こちらは並結の並、結合するときはここで一旦止まってからこの4両奥のところに止まろうみたいな感じなんでしょうかね。まもなく扉が閉まってこの電車発車、関西空港線と阪和線からやってきました。こちら大阪環状線に行きます電車です。この電車先、次止まるのは熊取駅かなに止まると思います。そして奥に見えているのがさっきやってきたやつが分割した後の電車ですね。後でやっちも見たいと思います。これがさっき止まっていたやつが出発する様子です。これは前より4両関西空港へ行くやつが先に行って、その後和歌山まで行く快速電車が後のこのように発車ということになっております。外へ出てきました。ひねの駅と書かれております。そうするとこんなとこに、あ、踏切があるぞ。ちょっと見てみよう。おお、すごい。4本の線路があって、ずーっと奥にはたくさんのポイント、関西空港方面と和歌山方面分かれた道が、分岐器などがいっぱいあることが分かります。踏切が鳴ったんで動画を回しました。さてさて何が来るのかなというところでございます。左側、手前側が、先ほどのひねの駅、奥側は、関西空港や和歌山方面というふうになっております。しばらく待っていくと電車がやってきました。こちらは関西空港へ向かいます。関空特急はるか号、私は天王寺を出ると関西空港まで駅止まりませんので、先ほど見たひねの駅でも止まることは、ないそうです。281系電車です。で、奥の方を見たら分かるんですが、若干スピードを緩めてポイントを右側に、内側にですね、入って関西空港方面へ行くのが分かると思います。後で関西空港までの道のりもね、少しお見せしようと思います。
今度は2番線、先ほどいたホームとは反対側です。左側に見えるのは先ほど一時停止などをしていた様子を見ました、関空紀州路快速の大阪環状線方面駅ということになっております。そして右側やってきたこちらが関空紀州路快速の関西空港和歌山駅、 LED 見にくいですが関空和歌山と書かれております。阪和線のこの接近メロディーってなかなか好きですよ。このひねの駅は島式2面4線、外側の線路はあまり使わないんですね。最高で9両編成まで止めることができるそうです。ですから春香号なんかも最高で9両編成なんで止めることは十分できますね。昔はシャトルなんかもあったこのひねの駅です。路線カラーはオレンジ色になっていますよね。さて連結部へやってきました。両方に乗務員さんが乗っていらして、ここで分割するそうです。左側は225系列のなんだっけな、5100とかそんな感じだった気がします。右側が223系の、これまた2500番台、0番台かもしれません、ごめんなさい。もうおそらく終わったんでしょうね、やることは。きっと、外す作業を行いまして、もう発車と同時にそのまま外していくという感じだと思います。左側の電車だけ扉が閉まりました。そしていよいよ運命の、お、しっかりと外れました。そうですね、右側223系の、0番台ではなく2500番台でしたね。このように異なる種類の列車もつないでいる、そんな駅になっております。さて後ろ4両の紀州路快速の発車も見ていきましょう。後ろ寄りすぎてね、少し駆け込み乗車をしてギリギリ座れる入れるみたいな人もいてましたけど、ひねの駅は中央に乗り換え用の跨線橋みたいなのがあって、そしてこの電車が発車していく方向前寄りに確か、出入り口があった、そんな駅になっておりました。きっと何かしらの制限があるんだと思いますが、こちらの紀州路快速はそこそこのスピードで発車していきましたよ。関空快速の方が少し分岐器を制限を受けるのかもしれません。こちら見るとすごいたくさんおびただしい数の固定定目がいっぱいあります。停止位置目標です。なんか回送電車が来たんですよね。ひねの駅なのか熊取駅なのか、後から知ったんですが、このひねの駅の進行方向南側にですね、先ほど見た踏切の奥のあたりにですね車庫がありまして、吹田総合車両所の車庫があるそうです。そして左側の電車何だったの、天王寺行きって書いてある。区間快速、あ、関空紀州路快速とはまた違う種類のものなのかな。そして列車が参りますという放送がありました。列車が参りますはだいたい貨物か特急電車だと思います。ということでこちら黒潮号特急電車がやってきました。先ほどの春香号は関西空港へ向かう電車、関西空港へ行く春香号はこのひねの駅には止まりませんが、黒潮は止まるようです。黒潮号はね、ここからひねのに止まってさらに和歌山方面へ向かうそうです。不思議ですね、黒潮は止まるのに遥か関西空港へ行く遥か号は止まらない。もしかしたら何か訳があるのかもしれません。
さて、やってくるのはこちら。一旦停止しています。関空奇襲時快速の後ろより4両関空快速です。今から連結作業を行うみたいなので見ていきましょう。先ほどはホーム側から見ていきましたが、こちら側からもちょっと見ていこうかなという次第です。ここ実はカーブになっていまして、割と撮影がしやすくなっております。ただホームが狭いというのが若干の支障でして、そこはね、少し人が少ないところにいないと弾き飛ばされたりなんかしたら危険ですから、ということで、こちらは223系電車の、俗に言う2500番台とかいうやつですね。あまり番台という場所にあまり詳しくないので、ちょっと間違ってたらすいません。2500番台だったはずです。251号って書いてあるね。そして右側の電車225系の前より4両ですから、北側に入ります電車、こちらに連結するようです。さて、連結の瞬間、左側と右側でまたまた違う種類の列車ということになります。ガチャンと、いや、この瞬間はやっぱり面白いですね。さて、しばらく待っていたらまた電車が来るようです。ここからですね、ちょっとまた関西空港方面行こうかなと、若干に思っております。さて、電車がやってきました。こちら関空奇襲時快速8両編成です。関西空港に行きたいので先の出発ということで、関西空港行きの前より4両に乗ってみたいと思います。連結はその奥のあたりで行われますね。せっかくだし見てみましょう。まだ発車しないかな。こちらが関空奇襲時快速の前より4両関空快速のちょうど奇襲時快速との連結部になります。後ろ側も4両、手前側も4両といった感じ、両方とも223系電車になっていますね。多分ここで何か作業をしてらっしゃるので、ボタン一つで作業ができるんでしょうね、きっと。これが毎回毎回15分間隔で行われているわけですから、ボタン一つで簡単に外したりつけたりということが行われるようになっていっています。4号車は関空快速関西空港行きです。ひねりを出ますと、リクーター終点関西空港順に止まります。伊豆砂川、和歌山方面へお越しのお客さんは、後ろ4両、5号車から8号車の奇襲時快速和歌山行きをご利用ください。おそらくもう放送も分かれていると思います。今放送の案内があったように、前より4両は関西空港、後ろより4両奇襲時快速なので、後ろ4両を使えば和歌山行きますという放送がありました。きっと多分放送も分かれていると思いますよ。車内放送はもう終わったのか。でも何、どこで解決作業というか外す作業を行ったのかは若干ちょっと分からないんですけど、扉がちょうど閉まってここでいよいよ外れます。さあ、どこでやったんだろう。ということで、後ろより0番台ですね。お、ライトがつきました。こうしてひねの駅で分割です。車内から見てみるのも面白いですよね。さて、ここで少し速度を上げますが、先ほどの奇襲時快速はもっと速度が出ていたように思いますが、スピードがだいぶ抑えられております。この列車次は臨空タウン駅に止まるそうです。先ほど見た踏切を通過、この辺りですね。初めて気づいたんですよね。これ内側に関西空港方面に行く関西空港線というのが分かれていまして、今これに乗っているわけですけども、奥見てみるとこちらは春香号などが置かれている車庫のようなものがあります。こちらが吹田総合車両所のひねの支所かなというふうになっていまして、ここに阪和線の列車などが、オーシャンアローの列車も止まってますね。こんな感じになっております。気づかなかったです。そして奥に伸びる線路が和歌山へ行く阪和線の線路です。というわけで皆さん、しばらく走りますとこのように
奥に高架橋が見えるのがわかると思います。そして今渡った線路が南海本線の和歌山方面に行くやつ、そして奥に見えるこちらの線路が、例えばですね、ラピード号であったりとか空港快速などが走ります南海電車の線路です。というわけで右側南海線の線路と同じ道を走って到着です。内側の、日本は JR、 外側2本が南海の線路というふうになっておりまして、横には同じ関空快速が止まっておりました。これよく見てみるとですね、奥にやってきましたよ、特急ラピート号です。正直言うと関空特急はるか号より早いというふうに言われておりまして、皆さんラピートの方が好きという方もいるんですが、こちら難波までしか行けませんので、外国人観光客の京都行きたいという人は関空特急はるか号を利用するそうです。さて一番前側に移動してきてちょうど発車を見てみましょう。この臨空タウン駅は南海ではなく JR の管理している駅というふうになっておりまして、その次へ行くと関西空港駅は南海仕様の駅というふうになっております。また面白いですよね、自動放送が違ったりとかって、駅のね、面白いですよ。そして左側の南海の線路と合流です。私鉄5社の中でも南海だけは全線、狂気と呼ばれる JR 在来線と同じ線、67ミリでしたっけ、と同じ線路幅になっているため同じ線路を、通ることができます。きっと保安装置も何か両方のものを積んでるんだと思いますよ。この辺はここから関西空港へ行きます。連絡橋、この橋を、通ることになります。瀬戸大橋などと同じ高速道路や、一般道はないかな、この連絡橋、車と同じ橋を通る併用橋というふうになっております。瀬戸大橋の方が幅がもう少し広かったので若干落ちの方が狭いというのもありますが、なかなか複々線にする用地はなかったということで南海と同じ線路を走るんですね。さて橋の部分をしばらく抜けてきまして、右側左側に高速道路かな、車の通る場所が見えてきましたら、まもなく関西空港に到着です。海もね、綺麗に見ることができるんですが、残念ながらカメラの映りがあまりよろしくないんですね。ごめんなさい、今日はそこそこいい天気でしたよ。関西空港からはたくさんの国際線の便や LCC、ピーチアビエーションなどもね、たくさん止まっているような場所になりますから、非常に使う方は多いのかなと思います。もう関西空港から利用したことは未だないですね。もっぱら神戸空港と伊丹空港からの国内線の便によく乗ります。そしてここから左に大きくカーブしていきまして、空港の方に、向かっていきます。空港の各ターミナルからは少し離れているんですが、関西空港から、またまたこの同じような空港の駅の、近くからですねバスが出ていまして、その連絡シャトルバスを使うと各ターミナルに移動できると、確か運賃はタダだったはずです。さて放送がありまして、こちらの道を右にシフト移動していきます。
関西空港駅は南海との乗り換えもできますが、乗り換えには使えなさそう。ラピートに乗って、はるかに乗って折り返しをする。鉄オタぐらいしか使えませんね。ここでは右側が JR、左側、島式ホームが南海というふうになっておりまして、右側4番乗り場、お出口左側にこちらの電車到着です。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。本日はひねの駅の動画でございました。あと関西空港線のお話ですね。すいません、最近動画出ておりません。